前回の家族だ。酒井さん動物1匹しかいない。なので横に酒井さんの仲間動物をいっぱい置いてあげることにした。ただ普通にやると面白くもないので技術力向上、動物を宙に浮かせて、あとは名前をつけると、なんということだろう。すごい動物園が出来上がってしまった。さて今日はせっかくだから採掘だ。そろそろ酒井さん上手になってきたかな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。今日はね、前中途半端にしたあの山の整地会を行っていこうかなと思ってる。ただカズクラね、忙しいっすよ。この後ちょっと用事あるから、今日ねリレー形式でできたらいいなと思うんだけど、いるかな今日は。おーい、なんか上下に、おはよう。うおー、よかった、声出なくなったんかと思ったわ。声出るよ。一旦寝よう。危ない危ない。あー、よく寝た。あとなんか今変な足音聞こえんかった？え、何も聞こえなかった。あ、見て、寝竿が。こいつ寝竿っていうのか、家族らの知り合いか。いや、わからん。え、徘徊ってやつだな、徘徊。徘徊だわ。車気をつけろよ、車に。昔な、車運転しててすごい霧だったんだよ。もう本当に目の前が見えないぐらいの、本当すごい濃い霧で、まあまあゆっくり走ってたんだけど、反対車線のど真ん中におじいちゃん立ってたからね。それは本当に怖い話だな。ゾッとする徘徊話ということで、みんなも気をつけてください。ほんでさ、今日はちょっと実はさ、うちエンチャントレベルっつうのが70もあんだよ。これ70も。70ってすごいな。だから今酒井サンダーさんのなんか貸しな、これエンチャントしといてやるよ。これありがとう家族ら。ほな、やってくね。すげえ、秒でなくなってくんだけど。これうちのエンチャレベルは1だ。ダメだこれ。名前何にしよう。はい、ホルゾーくん。かわいいだろ。まさかのアニマル縛りで行くつもりじゃないだろうな。やばい、一気に難易度が上がったぜ。こんなこと言うからもう名前がつけれなくなったじゃないか。ごめん、わら、なんでもいいぞ。こんなんもつけれるんだこれ。なになになに、見て。見よう、なんじゃこやー。このマーク、すげー。ただスコップ分のエンチャントレベルがない。斧よりスコップに先に名前をつけた方が良かったな。ほんとだよそれ。これ預かっとく、これ。わかった、よろしくお願いします。預かって、これ貸してあげるよ、これ。とりあえず今日は頑張って掘るぞ。よし、これでパワーアップできたな。んなら今日はここがいかんくないか。ここがこのままじゃいかんよ、これじゃ年末が迎えられない。これ本来はこの山ごと崩した方が綺麗だよな。てっぺんからさ、これ崩してた方がいいよな。これスライスってことか。そうんなら俺は今から忙しいからさ、任せたわ。わかった、ホリホリリレーで15分やってくれ。15分ね、任せて。おらんも15分やる。で、それ終わったら合流してまたやろうよ、これ。削りまくってやる。ちゃんと見栄えがなんとかなるように。15分でやったら、おら一人でやる1時間以上分もの作業ができるんじゃないのかと思ってるんだ、これ。ほんならそれ任せたぞ。酒井に任せろ。バーイ。行ってしまった。15分でタイマーつける。OK Google。15分でタイマーをセットして。時間は15分ですね。では、スタート。とりあえず土から掘るか。落ちて成仏せんかな。気をつけて掘るぞ。くや。頑張って掘るぞ。待って、何か起こってる。なんこの男は。なに。15分だ、なかなかいいんじゃないのかな。これ掘れたんかな、よくわからないな。カズクラ任せたぞ。まあまあやったんじゃね。んなら、俺はもう今から15分いっか。15分タイマー。よーし、というわけで、早速、開始していくぞ。俺の本気のね、削りってやつを見せてやる。さあ、というわけで、荒いな。すげえデコボコしてるな。
よし、どうやってやっていくのか教えていこう。まずは、きれいにこのデコボコをちゃんときれいにならしていくんだ、これ。ちゃんと2マスずつ掘るっていうのが、この整地のポイントなんだよ、これ。だからこういう風に下もゴーって掘ったりとかは絶対しちゃダメだ、これ。掘りたくても我慢をする。こうやって2マスずつ掘っていくんだ。さあ、ほんでまたこういったツルハシで掘れないやつに関してはこうやってね、あらかじめ掘っておくのもおすすめ。これこれも掘っていこう。ほんで結構ね、落下すること多いからマジで気をつけて。マジただの落とし穴。ほんでケースバイケースだけど、こういった時だけ下のやつも崩しながらやると結構後々がね楽になることが多いんだよ、これ。ではではでは、ホンキングタイムスタート。やばい、あっせや。いや、奥めた。あーし、削るぞ。ちょっと綺麗になったな。まあまあできたかのーねえ。ほな次、坂井サンダーと一緒にやろう。15分疲れたよ、坂井さん。お疲れ様。結構綺麗になったでしょ。すごい綺麗になった。これ性格が出るな。え、どういうこと？性格出るなんて。家族らは几帳面な気がする。え、どういうこと？うちが掘ったところボコボコだったろ。そう、なんか TNT 爆発したかと思ったよ、これ。ツルハシが高性能すぎて使いこなせなかったぞ。あー、なるほど。ほんならこれ今日コツ教えるよ、コツを。ありがたき幸せ。んなら、もう確実に、あ、ごめん2マスごと掘ってくと楽なんだよ、これ。あと 3D 酔いしづらくなる。こっちの画面すごく揺れてたぞ。そうだろ、やばいだろ、あれマジやばい。視聴者さんもね、酔うんだ。こうやってぐる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 回しながらやると酔うんだよ、これ視聴者さん。やめやめ。こうやって横移動しながら掘るとまだ酔いづらいんだ。なるほどな。もしくはリプレイモッドね。でもあれ使うとね、編集マンがヒーヒー言うらしいんだ。噂によると大変らしいんだ、あれ。大変なんだな。なあ、と15分掘ってこう、これ。よし、頑張るぞ。これビーコン動かした方がいいのかな。そうかもしれないな。でめんどくせえよな、これ。聞くところだけ掘っちゃおうぜ。ちょっとあっこの端っこのとこだけちょっとやっぱ気になるから、これ掘りに行くぞ。やっぱ几帳面や。ここちゃんと掘らないと。おらーとね。オッケー。あー、なんとかなったぜ。あとだな3分だ、3分。あと3分。適当になんか形になるように綺麗にしていこうぜ、これ整地。坂井さんは整地は好きな口なの、これ。永遠にできると思った。これマイクラ界の瞑想って言ってたな。精神を整えることもできるんだな。そう、なんかやるだろ、大人は瞑想。大人はやるよな。俺はやったことないけど、うちの常五郎っていう編集マンがいるんだけど、やってるらしい。スピリチュアルみたいな繊細なところがあるんだな。なんかすごいらしい。なんかすごいらしい。ぼんやりだな。ただその内容にはまだたどり着けてないんだ、カズクラ。なかなか難しいよな。そうだ、ただできるビジネスマンも結構やってるイメージがあるんだよ、これ。なるほど。坂井サンダーはそんな大人じゃない。カズクラもようわからんから、ぜひコメントで教えてくれ、やってる人。お願いします。瞑想を思わずやりたくなるような、なんかそういうの待ってるぜ。心を無にして削るだけ。やばい、寝ないと。お腹が空いて走れない。早く湧くぞ、ジャンピング。あ、もう時間だ。うわー、よく寝た。一旦成長終わりましたね。だいぶ進んだんじゃないの、これ。ちょっと見てみよう。だいぶ低くはなったような気はするんだけどな、これ。そうだよな。頑張ったよな、だいぶ頑張ったと思う。でもゴールまでまだまだ遠い。これゴール見えねえわ、これゴール。どうしようね。ただね、あのくり抜き具合で言ったら、ここわかるか、
ふんふん。これ左右でね、くり抜きの度合いが違うんだ。これ左右のバランス違うな。だから同じぐらいはくり抜きたいなと思ってんだ。ならもっと掘らないといけないな。将来的に頑張るか。そうしよう。というわけで今日は聖地でございました。いやもう聖地大好きだからいいんだけどね。これ酒井さんだもうハマってくれたかい。これ聖地に瞑想するよな。あめちゃめちゃいいよな、瞑想になってな。これぜひみんなも聖地そして瞑想のいいことを教えてくれな。というわけでまたお会いいたしましょう。じゃあのー、じゃあの